メッツオコーポレーションは、工業、建設用骨材、プロセス産業を主な顧客として、産業用機械の製造、販売、およびそれらのアフターサービスを行う、グローバルサプライヤーである。本社をフィンランドヘルシンキに置き、世界50カ国以上に拠点を持つ。日本法人は、メッツオジャパン株式会社、ヘルシンキ証券取引所上場企業。メッツオの設立は、 1999年のラウマとバルメットの合併によるが、前身はヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国の多数の企業に渡る。ラウマの直接のルーツは1942年にフィンランドで設立されたラウマ、ラーヘイであり、同社が1952年にレポラ、ビープリーとの合併によりラウマ、レポライとなり、同社は主に木材加工事業を行っていた。 1987年にラウマ、レポライはフランスのブレを1989年にアメリカミルウォーキーに本拠を置く破砕機などの製造業者であるノードバーグインクを買収し特に後者の買収がグローバル企業として飛躍する契機となり1992年にインド1993年には中国及び西アジアに進出した 1998年11月、ラウマとバルメット両社の取締役会が合併を提案、翌年7月にメッツォコーポレーションが設立された。2008年に三菱重工から正式会事業を買収、2013年、バルメットを分社し、製紙、パルプ、電力関係事業は同社に移管。メッツォは工業、骨材、 プロセス産業向けなど、現在の事業形態に集中する形となった。なお、2003年に、住友重機械工業との合弁事業、メッツォ市株式会社を設立したことがあった。現在のメッツォは、工業向けが、売上げの約半数を占め、採石など建築用骨材向けが約4分の1、プロセス産業やリサイクル事業向けがこれに続いている。地理的には、 南北アメリカが4割近く、ヨーロッパ及びアジア太平洋地域が、それぞれ約4分の1であり、事業としては、機械の製造、販売が44%、アフターサービスが56%である。日本法人、メッツオジャパン株式会社は、神奈川県川崎市にオフィスを持ち、破砕機など、メッツオ製品の輸入、販売や、アフターサービスを行っている。日本法人は、 金属リサイクルソリューション及びフローコントロール関連を扱っており2015年1月にそれまでのメッツォミネラルズジャパン株式会社がフローコントロール事業部と事業を統合する形で現在の社名となった。なお2013年12月まで存在したメッツォペーパージャパン株式会社はバルメットの日本法人バルメット株式会社の前身となった。 ありがとうございます。